お疲れ様です。お疲れ様です。今日ここ釣ってきたぞ。はい、釣ってきましたよ。おいが、おいもう編集でずっとね煮て釣っとったけんが煮て釣ったよ。顔色ようなっとっすね。やろ、今週徹夜3回あったね。2日に1回徹夜食する計算になる。なんかいっぱい釣れとったやろ。昨日ですか、1個ずつ出したわけって感じですか。手汚れるやん。あ、そっか。はい、おお、何が入ってるんだ。おお、アジ、あ、豆アジと、おメバル。この味を使ってね、うん、俺は何か釣ったろうと。おお、なんか、ちょうどの入っとらん。すごいな。あ、おお、結構釣れとるやん。あ、食え。あ、こっちもいいやん。こっちやん、結構動かってない、しかも怖い。やるやん、ナイス。こっちやん。これ、サプライズ。マジか、大量じゃん。まあね、これ豪華版。なんか黒い、なんか横やんか。おお、いいね、大量じゃん。ほら、どうしましょうか今日は。どうしましょうか。これ天ぷらと刺身とバターホイル液しようか。はあ、はいはいはい、なるほど。メニューが決まりました。では、はい、作ります。メガルも一度で刺身してみる。おー、いいっすね。このピカキリハサを直しとってやろうか、スンクの食料用。はい、ね、おー、豪華版だね。これちゃんと食事用のやつやっけ。それで鱗の取れるってやつか。帰ろう。はい、うん、スンクが取って、あれ、俺が取ったやつ。あ、取ったやつじゃない。違う、それ木田さん釣ったのちっちゃいやつ。そう、釣ったっけ。ちっちゃい、今日ちっちゃい。俺が、しかもなんか口にかかったらんし。どこにかかってた。尻尾ですよ、尻尾。尻尾、それ引いたろ。不思議な光景がやったんです。なんかね、バッシャバシャしながらバッシャバシャなんですね。浮いてきとったんですけど、泡立ったものが近づいてきた。泡立ったものがカチカチです。カチカチっすね。カチやね、ここね。なんかカチカチよね、スン君。スン君はカチカチじゃない。カチカチはないですもん。おかしいよね。まだ若かったっけね。うん、そうっすね。残念すぎる。なんかのまんまだもん。なんも、なんかのまんまですかね。うろこのちっちゃかったばっかりやったけんが。つまるすもんね。これだけやっけんね、動画も作ってるのかけどね。頭パッて落としてやっていきましょうかね。足できればね。ずっとブツブツ揺らしたんです、今日は。へぇ、うん、いいですね。これは楽しかった。飽きない程度にね、楽しかったね。そうっすね、今日はいろいろ狙えそうな。なんかね、なんかいろいろあれもしたいけどこれもしたいみたいな感じで、ちょっと人手が欲しい感じですね。うん、泳がせしたらすぐ食え来るし、今なかったもん、楽しかったのか。おい、ちょっと見て、もうこっちのこち食った、ほら。本当だ、出てきた。こっちの中からちっちゃなこち出てきた。でもその手前にさ、あのコメント動画の時にさ、はい、調べてるの。自殺型包丁って。ああ、それでしょう。ああ、だね。自分の手前に向けてする包丁の切り方のこと。彼女はあんまり聞いたことないね。何のことやろ。ナンバー調べることやろうと思ったことは結構聞いたことある。フラットフィッシュやったっけ。フラットフィッシュ、フラット、フラット系の、うん、フラット、あ、フラットフィッシュはヒラメじゃん。あ、そうかそうか。ボーフィッシュ、ボーフィッシュ、ね、フラットボーフィッシュとかなんか言った。あ、ボー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 ヘッド、ボーヘッドとかなんか言ったね。あ、これこれこっちこっちこっちが、もう大体でしか1000件ですよね。そしてベルセルク好き、ベルセルク読む。途中からひどくなったよね、それね。何が本読み終わらせたんですか。
見し方じゃなくて、バラカモンの間、半田君とか。半田君。やるじゃん。これさ、ピンセットで結構さ、抜きしゃぶっこ。そこもですか？うん。へぇー。やっぱり1個つかけんの、半田。心地よくわからんさ。ほんま、大体そんな感じでもう、ガンガン切って、余ったら煮付けみたいな。つかまんね。あの扱いね、アラとか。うん、はいはいはい。そう、習ったっすかね。はい。はい。メバル。あれ、サバもさ、上から下ってきよったかな。どうだろうね。スープの地に置いた道具の中にゴキブリが入ってる。ゴキブリは入ってないっすよ。そんな感じで、うん、あっさり。なんかいろいろ食べられるよ。めちゃくちゃ食べられるんですね。飾りっ気なんだけど。いやでもすっごいゴシゴシよ。ね、これそのまま冷凍庫入れとこ。持って帰る。どっちか。持って帰らんけど。今日は豪華版だ。豪華版ですね。おかげさまで豪華版ですよ。すごい。ひげはた。バターは。バター。はい、バター。これバターがね、この北海道バターがうまかもね。バターとかいやないですよ。あ、ない。かわいそうに、今からね、頑張ってね、スープもね、いっぱい変わるのが分かる。これ酒蒸しがよかったかな。だからニラとか入れてね、はいはい、酒蒸し状態にしちゃって出してくれるの、料理屋さんで、はい、がっぱうまかったな。うまかったですか。べーらうまかった。あ、ほんとにひどうまかった。で、その間に、はい、では、ではこれ天秤用のやつね。水気を取っとったとですね。そうそうそう。で、あのハゼの天丼うまかったよね。めちゃくちゃうまかったっす。入ります。はい、よいしょ。あんまりそうだよ。いい匂いがしてますね。いい味。よいしょ。よいしょ。よっしゃ。また回すのげ。天ぷらってさ、はい、めんつゆ激合いよね。合うっすね。めんつゆ生姜入りうまかった。へー、これ揚げんけ、頭を揚げたことないですか。そう、そう、もう味全部食うよ。天ぷらと骨のせんべい。ペンメイペンメイ。こういうの荒炊きも食ったことなかったよね、まだね、二人ともね。そうですね。あの分量見るけど、ちょっとびっくりした。あ、そうなんですか。じゃあ、まず今日、あの荒炊き、ね、適当、ね、酒、適当、まずみりんを飛ばします。林くん釣り場でさ、狙うの見たくない、怖い、何もしろ。あ、そっち、そっち、なんか車でもでも狙んたい。寝心地悪い。まあ寝心地悪いね。布団で寝たい。あ、寝とっとは見たことなか。寝とったば一回も見たことなかったよ。いつ寝よっとかなと思う、はい、釣りに来てるんだから寝に来てないんで。まあ、釣らんけね。え、な砂糖結構入れたんすね。砂糖足りるやろうか。こいで、大概甘さで決まって、まあ、あとは調整でくっけん。はい。そこに生姜をと投入するんです。まあ、頭から出汁は入れるでさ、その分、これ味付けの追いかけにかなり無駄なんです。おぉ、ほんとちょっとだけ。しょうゆ取ってるからね。落とし蓋、はい、で、完成だよ。完成ですか。これ完成だ。あとは待つだけですか。はい、もう完成です。さあ、どんな料理になるのかな。飲みたかっちゃだか。飲めるよね。え、怖っ。あれ？そうか。あれ？飲めるよね、スンク。まさかの。飲めるよね、スンク。そうっすね、林さん、なんか、なんか。あれ、いいんじゃない？今日。いいんじゃない？寝れるんじゃない？スンク。ただ、帰り絶対寝るよ。林さん、林さんのね、いいよいいよ、寝らんごてっていう話で。
一緒に乗ってきた感じですね。うわ、一緒におしゃべりしながら。もうできたっすか？熱そう。多分大丈夫なはず。熱そう。だいたい感覚やけんね。ああ、もうそんな湧き方なんだ。うわ、熱い。なんでこう湧き方したとかな。うわぁ、絶対うまいこれ。バターの匂いがすごい。バターの匂いうまい。うわぁ、これ絶対美味しか。出てきました。もうすでに美味しか。おいや、ホイル焼き。わぁ、めっちゃバターのいい匂いがする。いい匂いね。あ、すっごい買ってこいよ。いやいや、マジいらんすよ、いらんすよ、大丈夫です。特産の分は？あ、おいわぁ、まあなぁ、そっか。にゃー、んにゃんの、ダメやろ。飲みたいけどな、飲まない。夜から釣りに行こうとかな。そっか。あ、おいおいおい、飲まれ。やっぱおい、飲まれ。あ、しゅんくん、よかったね。なんか、もう、秋田さん優しすぎなんですよね。こってへんじゃない。うわ、いい匂いしてきましたね。うん。ちょっと醤油のおかに。おかですか？うん。なんか味見しとらんけど、この匂い。匂いで分かるとしたら。うん。醤油が多い匂い。おい、けいこちゃん異常に鼻が悪かと思っとったけど、どうやらおいの鼻の良かった。なるほど。なんで嗅ぎ分けれるんですか？嗅ぐもんね。なんで、よく考え、よく考えるように、なんでいろいろ匂い嗅ぎおろうが多い。嗅ぎおるですね。普通は嗅がんことだね。草花とか言わせたし。うん。もう全く水使わないんですかね。うん、あの超ハイカロリーというか結構ねコストのパコン作ってる。完璧。完璧やね。次はちょっと太かったもつらいかんね。はい、あるだけ。うわあ、豪華だな、豪華だな。林さん、お疲れ様です。ありがとうございます。林くん、立て気があったよ、すんくんのためにビールが。優しすぎでしょ、兄貴。じゃあ食いましょうか。食べましょう。結構二人座って。料理ができた。ありがとうございます。まずはこれは、キジハタのホイル焼き。うわー。あらだけ。からの刺身のなんちかいっぱい。プラス、アジの天ぷらと骨の唐揚げ。食べたい。これ食べたい。はい。じゃあまず食べたかどから。もうパパッといこうか、パパッと MVP、いってください。そう、揚げたてが美味しかけんが、揚げたてで食べられることが多いと。ちょっとこれは、柚子胡椒。こういう、我らがかしましの、あれですよ、うん、門前柚子胡椒、うまかもね。うん、いいよ、こ、うん、青物の刺身から。あ、やっぱり、頑張らないですか。どうだ、さあ、はい、食べてください。いただきます。はい、どう。うん、ヤズだ。ヤズか。ヤズだ。あ、なんかそのコメントちょっと辛いな。やっぱヤズだこれ。やっぱヤズやったこれ。ちょっとすんくん、ビールのある、ビールが出てきた。林くんの方買ってきてくれたよ。あ、やっぱりか。やっぱヤズか。どうか。もう飲んだい、飲んだい。これさえあればさ、うん、最高になるんだ。あ、最高になる。ちょっと行ってみようか。ま、この状態で飲むの。行く行く行こう行こう。ご飯はいらないね。ご飯いい、ビールで行こう。はいはい。これさえあればこれさえあれば、それだけで飲むとかい。しかも全てがね。おー、うん、うまか。これ何ですかね。ソイは、ソイは多分こっち、こっち。え、これメバルじゃないかな。いや、メバルがこっち。まあね。で、こっちがこっちやったはず。で、これキジハタだ。キジハタ、うん、キジハタ絶対うまか。これうまかやろ。エビっぽかやつ。うん、あー、キジハタ、キジハタ、これはキジハタやね、うん、こういう感じ。うん、ちょっと林くんも。え、俺じゃさ、うん、俺さ、このアジさ、食べたい。こっち、これもらっていい？どうぞ、一人一個ずつあげたけ。いただきまーす、はい、これ中に付けられてるよ。あ、これこれ、それそれ、天つゆもらっていいですか。これね、めんつゆに生姜葉たっぷりとかおすすめ。完璧やないですか。うまそう。うわ、超美味しそう。さあ、どうぞ。うわ、うわ、あ、うまそう。うまいね、これね。うん、揚げたて。一口でいったね。一口でいったご飯食べたくなる感じ、これさ、うん、味ごよね。味ご。きなさんがもっと釣ってくればよかったかな。そこはないよね。うん、この骨せんべいは、骨せんべい、うん、
結構これさ、うん、絶対進むやつやん。そう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 、つまみになる系よ。溶けて最強に溶けて、まだあるよ。おお。はい、じゃあ次、あ、もういった。はい、なんかどっかでも見たことあるような感じの流れの間に合ったの、間に合ったのがまあそういうのうまい、うまい、まこちさ、食べてみたいね、うん、じゃあこっち、こっちこっちの刺身、僕もまこち、おー、全部食べよう一緒に、こっちの刺身、こっち、こっち、うん、はい、これこっち、うん、こっち刺身実は自分で食べたことなかった。え、さっぱりしてる、うん、さっぱりでもどっちかってやっぱヒラメに近いと思う。あ、そう、こっち自体はまあ3匹ぐらいしか釣ったことなかった。あ、そう、そうそうそう、でもやっぱ狙ってしたことはなかった。これメバル食べた、メバル、メバルの刺身、メバル、これメバル、メバル、ネオも食べたことなかった。あ、ないですか。はい、2つも多分美味しかったですね、メバル。どんな、なんかさっぱりしてるよね、メバル。夏だかな、なんかな、うん、味が思ったよりしなかった。あ、ほんと、うん、あっさりとかさっぱりっていうか、なんだろう、やっぱ夏のメバルは脂が乗ってないから。はい、肘旗の母子母子ほら、キジハタのホイル焼き食べてみそう。二人とも一緒に口に入れる、これ絶対美味しくやろ。いただきます。めっちゃ多いよ、イエーイ、よいしょ、うん、あ、これうまいわ、うん、あー、いいね、キジハタにバターいいな、合うでしょう。合いますね。このキジハタはね、マッチしてますね。うまいうまいうまい、もううまかさせないもんね、やっぱりね、キジハタ。次は荒崎行こう、荒崎行こう、はい、荒崎の皿、この荒崎の皿、お、なんすか、荒崎、いただきます。どうぞ。はい、シルブつけてあげる。うん、あ、うまい。あ、ちょうどやばそうね。あ、でるか、あ、でも違う、うまいわこれ。ご飯食べたくなる味やろ。そうそうそう、ね、おかわりするタイプの。え、こんな短時間で。そうそう、荒崎結構疲れますね、なんか、うん、染み込んだイメージやろ。うわ、うん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 、どうした、こっちよ、こっちが美味しいかな。あ、そう、うん、あれだけの方が、これはあれだけの方が美味しいと思う。あ、ありがとうございます。でもね、何、声が一番味が一番ほう、ランク付け、やっぱね、木菜三段、これ一番味だけあるよね。ほう、で、二番が、二番が荒炊きかな。荒炊き、はぁ、三番がホイル焼き。夏のイメージ、なんかさっぱりしてる刺身が多かった。あ、そうね、やっぱ油の底まで乗った感じじゃなかった。多分ね、つんくん、蒸しっとで一生懸命やって無言になっとちゃったけど。じゃあご飯は、ついでご飯も食べようか、食べようか、食べよう、食べよう。どうする、ご飯いっぱいあるよ、はい、じゃあ、もらいましょうそうね、少しもらおうかな、せっかくの、みんなで、みんなで食べましょう。刺身丼する、刺身丼いいっすね。あ、いいね、丼作るっすか。勝手に買いそうな、ごまもあってね、これ、うわ、これ絶対ごめん、うまかよ、これ。ちょっとさ、くぼみつけたくぼみがありますもんね。わぁ、これ違いないな。ちょっともう一発ごま、うわ、柚子胡椒も爽やか感じやもんね。あー、ルルルルル、あー、うん、あー、もうかっこむかっこむ。パソコンで見られている方は四角い枠のチャンネル登録、スマホから、携帯スマホから見られている場合は画面の下の方と赤いチャンネル登録のそこを押してください。チャンネル登録お願いします。